じゃあお疲れ様でーす。お疲れ様です。あ、お疲れ様です。ありがとうございます。よろしくお願いします。お疲れ様です。どうも、お疲れ様です。もうそろそろ、始める？言って。大丈夫。近い。スズランドに、スズランドの皆さん、靖国通りの皆さん、そしてご通行中の皆さん、こんにちは。日本共産党です。ただいまから、福永市を開始して、日本共産党演説会を行っていただきたいと思います。ご近所の皆様方には、しばらくの間、ご協力をどうぞよろしくお願いいたします。私は本日の司会を務める、府議会議員、日本共産党、飯島和子です。どうぞよろしくお願いいたします。東京都議会議員選挙、いよいよ中盤に入りました。日本共産党、富田直候補、連日五輪よりも命が大事、訴え抜いています。今日は応援に駆けつけていただいた千代田区議会議員、立憲民主党岩田和彦さんも応援のお言葉をいただきます。それでは初めに立憲民主党千代田区議会議員岩田拓也さん、お願いいたします。賛成の前交差点のご通行中の皆様、こんにちは。私は立憲民主党千代田区議会議員の岩田拓也と申します。少しの間、ちょっと大きな声で失礼いたしますが、お許しください。さて、今皆さん、一番注目しているのは、新型コロナウイルス、そして、東京オリンピック・パラリンピック、どうなるのか、そういうことだと思います。
この新型コロナウイルス、もう見つかってから1年半ぐらい経ちますけど、どうでしょうかね。東京都は何をやってくれたんですかね。あの小池さん、私に言わせるならば、非常にパフォーマンス大好き。全然何も我々のことを助けてくれない。結局我々に自粛自粛、我慢を強いる1年半だったじゃないですか。しかし、我々はもちろん日本共産党さんも自粛と保障はセットだと、もう1年半以上前から言い続けてきた。にもかかわらず、国はまず何をやったか。マスク2枚。ああ、ありがたいですね。なんか汚いマスクだったみたいですけど、誰も使ってないんじゃないかっていうようなマスク。そして、やっと10万円。それも最初は、いわゆる牛肉券だとか、お魚券なんかを配るなんて言ってた。でもそんなもので家賃が払えるか。みんなが文句を言った、反対した、声を上げたからやっと現金の給付が可能になったわけじゃないですか。そして、それもたった1回限りで、さあ1年半経って10万円でどうやって生活していきましょう。この神保町界隈も、私の大好きな店がたくさん潰れてきました。新型コロナウイルスのせいで、どんどん潰れていきました。ちゃんとした保証をしてくれないから。だからこんなことになっちゃったんです。あの小池さん、パフォーマンスが大好きって私さっき言いましたけど、どういうことか。例えばですよ、代々木公園を見てくださいよ。代々木公園、最初小池さんは東京に来ないでくださいって言ったんですよね。密になるから。なのに自分で密を作るようなパブリックビューイングを作る、そんなことを言ったんですよ。なんで凡人感のことを言うのかな。みんなが今度はネットで、そして街中で文句を言うわけですよ。何言ってんだよ小池さんと。自分で来るなって言っときながら、なんでパブリックビューイングなんだよ、おかしいじゃないか。そういう声がだん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 強くなっていった。そしたら今度は、じゃあワクチンの接種会場にしちゃいましょう。これまたなんとも本人間の話だと思いませんか。あの代々木公園、まあ行ったことはある方がほとんどだと思いますけど、土ぼこりはすごいし、蚊も多い、そんな不衛生なところでワクチンですよ。そんなところがワクチンの接種会場になるなんて、ちょっと考えただけでも恐ろしいと思いませんか。もうやることなすこと、どんちんかだと思うんですよ。でもね、今は結構他人事のように、どんちんかなこと言ってるな、そう思ってるかもしれませんけど、大事なことですよ。我々都民にとっては有識問題です。でもそういう有識問題が起こっても、今の都議会では誰も文句が言えない。なんでか。それは都議会議員が、小池さんが生み出した都民ファーストの会の議員ばかりだからですよ。人間代表制を問う今の日本の社会ならば、当然首長が何かを提案した、それに対して議員は是々非々で、いいものはいい、悪いものは悪いとはっきり言わなければならない。にもかかわらず、小池さんが、じゃあワクチンの接種会場にしましょう。ああ、いいですね、いいですね。パブリックビューイングしましょう。いいですね、いいですね。みんなイエスマンしかいない。だから我々はずっと振り回されてるじゃないですか。まあ、あげこの果てにはなんか今はね、ちょっと休養中とか言ってますけども、あれも本当かどうかわからないです。まあ、ものの、なんか、雑誌とかによりますとね、今、小池さんは本当は声が悪いんじゃなくて、選挙の応援に行きたくないと。なぜか自民党に仮に橋を作っておいて、自分が自民党に復党するときに有利にしよう、そういう考えがあるんじゃないかとまで言われるんですよ。もしもそうだとしたら大変ですよ。自分の利益のために我々都民がこんな苦しい思いをしなければならない。それがずっと続くと思ったら皆さん怖いと思いませんか。そんな時にちゃんと首長にノーと言える、そういう議員が必要じゃありませんか。それはやっぱりここに私の隣にいる富田さん、富田直樹さんにぜひともお任せしたいと私は思ってます。富田直樹さんはね、名前からとはとんでもないくらい、みんなのことを考えているただ一人の候補者。
ください。きっと実現してみせます。これが富田直樹です。この真面目な富田直樹さんにどうぞ皆さん支援を広げていってどうぞ都議会の方に押し上げていただきたい。今私は立憲民主党ではありますけども、やはり戦うには野党共闘が必要です。もう何冗談なんてそんなこと言ってる場合じゃない。安倍さんや菅さん、そして小池さん、ああいう人たちと戦うためにはみんなが一緒になって戦わなければならない。皆さんもそう思うでしょ。やっぱりここは一致団結してみんなで戦うべきなんですよ。この千代田区だって。今どんな候補者がいるか、世襲を、まさに世襲のドンのお住まいの子か、そして小池ファーストの人か、もうそうでなければやはり真面目な富田さんか、誰が個人のことを考えているんだ。富田さん以外にいますかね。誰もいないじゃないですか。そしたら皆さん、どうぞ富田さん、富田直樹さんをどうぞよろしくお願いいたします。私からのお願いございます。どうぞよろしくお願いいたします。ただいまの力強い訴えは、立憲民主党千代田区議会議員岩田和人さんでした。岩田さんどうもありがとうございました。それでは次に連日頑張っている、日本共産党都議会議員候補富田直樹から皆さんに訴えをさせていただきます。ご近所商店街の皆さん、こんにちは。また聞いてくださっている皆さん、ありがとうございます。都議会議員候補、私、日本共産党の富田直樹です。どうぞよろしくお願いいたします。皆さん、都民の皆さんの暮らしと命がかかった選挙になっています。コロナ感染の大拡大が並ぶ前、そしてオリンピック、パラリンピックの是非が大きな争点です。政府分科会の尾身茂会長などの専門家が、オリンピックを開くなら無観客で提言をしたのに、国も東京都も組織委員会も耳を傾けず、観客の上限1万人、さらに大会関係者や小中学生などの子どもたちも別枠だというではありませんか。都内90万人もの子どもたちが巻き込まれようとしています。ある区立学校の保護者が学校に見学会場どこかを訪ねても、都から連絡はまだ来ていなくてわからないという話がありました。それでは保護者が不安になっても当然です。都内では文京区はじめ14の区市町村が子どもたちのオリンピック観戦中止と決めました。私、富田直樹は共産党区議団とともに千代田区長と教育省に対し情報を明らかにし、子どもたちのオリンピック観戦は中止するように申し入れました。教育省は千代田区独自に判断すると言っています。場合によっては行かないことも選択肢だと答えがありました。それならこの都議選で区民の明確な意思を示して、子どもたちをオリンピックに巻き込むのはやめにさせようではありませんか。そしてそもそも安全なオリンピックなどできると思える方がどれだけいるでしょうか。ある調査でも8割以上の方はオリンピック開催で感染が広がると感じていらっしゃいます。すでに国内に入った選手団の中でも陽性の方が出ました。このオリンピックは中止を決断し、コロナ対策に全力を尽くそうではありませんか。都民の皆さんからもオリンピック中止を求める都議会への陳情がありました。しかし自民党も都民ファーストも反対してしまったんです。オリンピックよりも命が大事、
この提案を日本共産党へ私富田直樹へとどうぞ託してください。よろしくお願いいたします。私富田直樹はコロナ封じ込めの具体策を急ぎます。ワクチン接種を希望する全ての都民が受けられるように体制を強化します。またワクチンを接種しても国民的な免疫ができるまでには時間がかかります。 PCR 検査が大事です。日本共産党東京都議団の提案で高齢者の施設などでの週1回の検査が実現しました。今度は学校や保育園でも定期的な検査の実現で1日20万規模への PCR 検査拡充を進めてまいります。そして東京都ではコロナの患者さんの4割を受け入れている都立病院や公社病院の独立行政法人にしようとしています。もともと都立病院は石原都政時代に半分に減らされています。残った病院を今度は命よりも儲けが第一の病院にしてコロナ感染症医療や救急医療、子どもや産科の医療も切り捨てようとしています。私はこの計画を中止して都の直営で充実させます。ところが都議会では都民の皆さんからの都立病院、公社病院守ってとの請願に対し自民党も公明党も都民ファーストも反対してしまいました。病院を守り、命の砦で保健所の常勤職員を増やすなど命を守る、この願いを無党派を超えて私富田直樹へとお寄せください。日本共産党を伸ばしてください。どうぞよろしくお願いいたします。皆さん、東京都の緊急事態宣言は解除されてもまん延防止等重点措置で今年の半年間のうち5ヶ月間は自粛が強いられてきました。患難のある飲食店の方は今年に入ったら家賃の補助もなくなって持続化給付金もすでになく千代田区独自の補助を受けようと思ってもそれまで持ちこたえる資金がないという声を寄せられました。こうした業者の方の声に応えることこそ政治の役割ではないでしょう。私は国の持続化給付金、家賃支援給付金の第2弾を速やかに求めます。コロナで影響を受けた全ての業者の皆さんの損失をお願いいたします。文化芸術関係者の支援も強めます。暮らし営業を守れ、この皆さんの願いに日本共産党の私富田直樹へとどうぞ託してください。よろしくお願いいたします。私日本共産党の富田直樹は誰もが安心して暮らせるための尊厳、多様性、ジェンダー平等の都政に前進させます。選択的夫婦別姓を東京から進めていきます。全国100以上の自治体に広がった同性パートナーシップ制度を東京都として実現します。皆さん、この都議選の対決当時は自民党対都民ファーストという報道は事実ではありません。オリンピックへの態度、都立公社病院への独立行政法人会の態度を見ても自民党と都民ファーストの間には政策に何の違いもありません。定数1の千代田区で自民党が勝っても都民ファーストが勝っても東京都政には何の変化も起きません。本日の対決構図は日本共産党対自民公明都民ファーストの対決です。皆さん、日本共産党は過去2回都議選で躍進し認可保育園を増やすための土地代補助の条例案を提案するなどして
この7年間で認可保育園を 1.7 倍に、千代田区では3倍以上に大きく増やしました。日本共産党が伸びれば政治は必ず変えられます。そしてこの都議選は秋までの総選挙につながります。私富田直樹はこれまでの衆議院、ここ東京1区での活動を通じて自民と野党の共同、野党統一候補の勝利に力を尽くしました。この私を都政に送っていただき、小池都政も菅政権も変えたいと願う全ての皆さんの願い、この都議選でまとめて日本共産党にお寄せいただき、私富田直樹をここ千代田から皆さんのお力で何としても勝ち抜かせてください。さらなるお力添えも心からよろしくお願いいたします。私都議会議員候補、日本共産党富田直樹からのお訴えといたします。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ただいまの訴えは日本共産党東京都議会議員候補富田直樹からの訴えでした。それでは最後の弁士になります。富田直樹候補、応援のために駆けつけた参議院議員、日本共産党山添拓さん、よろしくお願いします。ご近所の皆さん、こんにちは。日本共産党参議院議員の山添拓です。東京都議会議員選挙が始まっております。千代田区の選挙区で富田直樹さんを押し上げてください。どうかよろしくお願いいたします。富田直樹さん、今訴えをされました。千代田区在住、子育てをしながら地域の皆さんとも、この地域の皆さんが抱えている要求を伺いながら、区政、都政、国政に働きかけてきました。千代田での野党の共闘、その立役者ともなってきました。今日も立憲民主党岩田和彦さんに、区議の岩田さんにおいでいただいています。大変ありがとうございます。野党で力を合わせて、そして幅広い市民が力を合わせて、千代田から新しい政治を一緒に切り開こうではありませんか。どうぞそのためにも富田直樹さんに皆さんの意見をお寄せください。重ねてお願いを申し上げます。東京の新型コロナの感染状況が再び悪化をしてきています。リバウンドです。東京都のモニタリング会議でも、年末から年始にかけてのあの第3波、それを上回るような急拡大の恐れがある、こう指摘をされています。すでに多くの飲食店の皆さんが時短要請、酒類の提供自粛要請、苦しい中過ごしてこられたと思いますが、この先感染状況が拡大すれば、酒の提供停止要請を躊躇なく行う、西村大臣はそう言っています。菅首相も緊急事態宣言など機能的に対応する、こういう言い方をしています。ではなぜオリンピックだけはやると決まっているんでしょうか。躊躇なく機能的に対応するというのは、今オリンピックの中止こそ決断するべきなんじゃないでしょうか。子どもの感染動員、学校連携感染が大問題となっています。炎天下、都内80万人を超える児童生徒、特別支援学校、あるいは5歳児動員しようとしています。テロ対策だといって水筒も持たせない、暑い中感染リスクを押してそこまでやる必要があるんでしょうか。この学校連携観戦は観客1万人の上限の月額だと言っています。 IOC の関係者やスポンサーも月額だと言っています。どんどん例外を認めて観客数を増やし、人手を増やし、子どもたちをリスクにさらす、これで本当に良いのでしょうか。
感染が拡大すれば重症者が増え、亡くなる方が増え、医療の逼迫がまたもたらされてしまいます。何度も繰り返してきています。今オリンピックがなくても人手は増え、陽性者は増えてきています。このまま開催に突き進めばますます事態は深刻になるんじゃないでしょうか。私は今オリンピックに突き進むべきではないと思います。だって皆さん、お仕事している皆さん、総務省はオリンピック・パラリンピックの49日間テレワークデイズにしてくれと言っています。選手や関係者が大勢移動するので国民も黙って家にいてくれと言っています。テレワークだけじゃ済まないと思うんです。4連休やお盆、旅行や帰省は控えてください。夏祭りやさまざまなイベントも自粛してください。オリンピックがあるので我慢してください。こういうことになっていくんじゃないでしょうか。みんなこれまで我慢してきたじゃありませんか。この辺りでお仕事をされている方も仕事終わって一杯飲んでいく、それすら我慢してきたじゃないですか。なぜオリンピックだけは我慢せずにやっていくというんでしょうか。あまりにもおかしいんじゃないでしょうか。決まったことだからと諦める必要はないと思います。みんなで声を上げて、これまでにもいろいろ事態を動かしてきました。岩田さんからもお話しもあったパブリックビューイング伝統的に中止となりました。会場で酒を提供し飲酒を認める、これも一夜にして方針転換させました。学校連携観戦、各地で中止の判断が相次いでいます。千代田区はまだしていません。直ちに中止を判断するべきです。いや、東京都が責任を持って中止の判断するべきではないでしょうか。皆さん、安全安心の大会はもはや確保されていません。ウガンダの選手団、陽性者が見つかり、濃厚接触者が見つかり、受け入れ先の自治体にも濃厚接触者が広がる事態となっています。バブルは穴だらけだということが証明されてしまっています。安全安心な大会ができない以上、今からでも中止を決断すべきです。少なくとも皆さん、オリンピックより命が大事じゃありませんか。そのことを正面から掲げる日本共産党を今度の都議選で大きくしていただきたい。富田直樹さんを千代田区から都議会へと送ってください。どうかよろしくお願いをいたします。政治は今あらゆる力をコロナ対策に集中すべきです。ところがそれと逆行するような政治が国政でも都政でも進められています。皆さんご存知でしょうか。この前終わった国会ではコロナで大変な病院、医療機関、ベッドを減らせという法律が通されました。新型コロナの危機でベッドが足りない、医師が足りない、看護師が足りないと大問題になっている時にベッドを減らし、それに補助金を出す、財源は消費税だと言っています。今年だけで190億円です。皆さん、消費税は1年半前社会保障のためだと言って上げられたばっかりじゃありませんか。それが社会保障を良くするどころか医療を後退させるために使われる、とんでもない裏切りではありませんか。私たちはこういうやり方許しちゃいけないと思っています。まだまだ止められると思っています。都議選で勝利し、総選挙で政権交代を実現する、医療を守る政治に変えていく、それが問われています。小池都政も同じような姿勢に立っています。富田直樹さんがお話になった都立病院、公社病院、独立行政法人化を進める小池都政の下で進められようとしています。コストカットのための独立採算制です。あとは適当に稼いでくれ、こういう姿勢です。しかし皆さん、医療機関というのは本来稼ぐための場所じゃないんじゃないでしょうか。感染症対策の病床というのは普段は赤字の方が望ましいじゃありませんか。小児科、救急医療、周産期、さまざまあります。稼ぎのためではない、儲からないけれども、ありがとうございます。いざという時のために備えが必要だという病床、たくさんあるはずです。それを
維持し機能できるようにするのが行政の大事な役割ではないでしょうか。都立病院は直営のもので守っていくべきです。むしろ充実をさせていくべきです。そのことを掲げている日本共産党の富田直樹さん、今度の都立選でどうぞ議会を送ってください。どうかよろしくお願いをいたします。命や暮らしよりも経済効率を優先するあり方があらゆる場面で今深刻化しています。例えば皆さん、小池都政は東京を稼ぐ東京にするんだと言って再開発をあちこちで進めています。住民の意向などを行いなしにここにビルを建てて儲かるんだと言い追い出していく、そういうやり方をあちこち進んでいます。あるいは国際金融都市東京にする、稼げる東京にする、稼ぐといっても一人一人の都民の懐が温まるということじゃありません。ほんの一握りの大金持ち、大企業、もっと儲けを上げるような東京にしていこう、そういう計画です。そのために例えば羽田空港の新ルートを通す、あるいはリニア新幹線を作る、東京外環道を作る、どんどん開発が進められています。私は調布に住んでおりますが、調布の外環道の建設現場は陥没事故が起き3つも空洞ができ、不安な日々を送っている方がいます。移転を余儀なくされる方もいます。そうまでして必要なんでしょうか。もちろん外環道ができれば便利になるところあると思うんです。しかし皆さん、この道路建設に 2.4 兆円のお金、1メートル 1.5 億円かけて作ろうとしています。私たちの国は、私たちの住んでいる東京はそんなにお金をジャブジャブ使えるような状況にあるんでしょうか。新型コロナの影響で仕事がなくなる、雇い止めに遭う、派遣切りに遭う、あるいは生業が立ち行かなくなる、生活困窮に陥り、この近くでも食料支援に列をなす方がおられます。一人一人の命が、暮らしが危ぶまれているときに、開発のためにはどんどんお金を使う、そんな都政のあり方で良いのでしょうか。私はそれが問われていると思います。今度の都議会議員選挙で命や暮らしを大事にする、住民の福祉の増進という地方自治体に委ねられる大事な役割を果たす都政に変えていくべきだと思うんです。どうぞそのために都政の大事のために日本共産党の富田直樹さんを押し上げてください。どうかよろしくお願いいたします。日本共産党の都議団、これまで議席を増やしていただき、富田さんからご紹介ありましたように認可保育園の増設など様々進めてきました。この間都政で議論されてこなかったいろんな問題も新たに政治の問題として取り上げるに至っています。例えば皆さん、学校の厳しすぎる校則の問題ご存知でしょうか。ブラック校則の問題、2ブロックが禁止される、私も2ブロックなんですけど学校では禁止される、それおかしいじゃないか、高校生が声を上げました。下着の色は白だ、白でないかどうかチェックをする、そんな理不尽な使われ方もしている、高校生が声を上げ、日本共産党の都議団議会で紹介し、こんなのはやめるべきだと追及し、今文部科学省も全国の学校に対してブラック校則見直すべきだ通知を出すに至っています。都議会で取り上げて国政を動かす、こういう働きをしてきたのが日本共産党の都議団です。この力をもっと大きくしていただきたい、もっと多くのこれまで議会で扱われてこなかった問題を都議会の論戦に上げて都政の課題にしていく、そういう力になってまいります。そしてこの千代田の場合も市民と野党の共同で幅広い皆さんで押し上げていただく、そうすればもっと多くの世論を意見を都議会に届けるパイプとなっていくことは間違いありません。どうか皆さん、野党共闘の千代田と富田直樹さんを議会へ送り出してください。必ず皆さんの期待に応える希望ある都政への道を開いてまいります。どうも日本共産党の富田直樹さんに皆さんの意見をお寄せください。周りの方にお広げください。どうか立ち向かっていただきたい。
足されてお願いを申し上げまして、私からお伝えいたします。ありがとうございました。ただいまの訴えは、日本共産党国会議員山添拓参議院でした。投票五輪よりもコロナの対策に全力を挙げる、お金も人も人の命を守るために全力を挙げるメッセージ、皆さんの一票一票で実現させましょう。千代田からは東京五輪中止、これを訴えているただ一人の候補者、富田直樹、富田直樹へのご支援、一回り二回り皆さんのお力で広げてください。どうぞよろしくお願いいたします。これを